ご注意。この動画をご覧になる前にいくつかの注意事項があるので確認をお願いするわ。これらの注意事項をご覧いただき、それでも良いという方はどうぞ動画を楽しんでほしいわ。47都道府県紹介の時間です。司会は私、四国メタンです。このコーナーはこの動画の作成者が日本の47都道府県の魅力を各都道府県ごとに紹介するコーナーとなっているわ。でも作成者の知識には偏りもあるし、主観が入っているので話半分で聞いてくれたら嬉しいわ。今回は47都道府県紹介の第6弾、香川県の紹介を。香川県を選んだ理由は、四国メタンという名前なのに四国の県をまだ紹介していないことに気がついたからよ。よって今回の動画では四国の県の中で最初に紹介する県として香川県の特徴や魅力について語っていきたいと思うわ。では行ってみましょう。まず香川県の簡単な概要についてよ。総人口は令和5年の時点では約92万5千人。県庁所在地は高松市よ。面積は約1876平方キロメートルで、日本で一番面積が小さい都道府県なのよ。香川県の GDP は約4兆円となっているわ。では、以下にはそんな香川県のことを表す特色について、動画作成者の独断で選んだ3つの項目を交えて語っていきたいと思うわ。1つ目は、香川県は貯めて備える県であるということについてよ。香川県は瀬戸内海沿岸の県で降水量が少なく、令和3年の年間降水量は 1135.5mm と全国44位となっているの。そんな降水量が少ない香川県で特徴的なのは、ため池の数が多いことね。その数は約1万2000箇所で広島県、兵庫県に次いで全国3位なの。でも香川県は県の面積が狭いから、県土面積あたりのため池数、ため池密度は全国1位なのよ。香川県で有名なため池は県中部の中山地域にある万能町にある万能池ね。万能池の大きさは周囲約 19.7km、 面積は約 1.42 平方キロメートル、1540万トンの貯水量が確保できるみたいね。香川県にこれだけため池の数が多いのは、降水量が少なく渇水に見舞われやすいこともあり、農業用水の確保をするためにため池が整備されているということもあるけれど、それだけではないの。ため池は防災機能としても機能するのよ。例えば台風などの災害時には一旦ため池に水を貯留することにより洪水を防いでいるとのことよ。もう一つの貯めて備えるは、香川県の方はしっかりと貯蓄するということよ。県民所得の平均は令和元年時点では302万円で全国20位なのに対して、預貯金残高の平均は令和4年で1770万円、全国4位となっているの。渇水への備えを日常的に行う県だからこそ、香川県の人たちは堅実で将来を見越している人が多いのかもしれないわね。香川県の特徴の2つ目は、香川県がうどん県になった地理的な理由についてよ。香川県、讃岐の国にうどんが伝わったのは9世紀のこととされているわ。讃岐でうどんの生産が盛んになったのは江戸時代初期とのことよ。これは香川県、讃岐が瀬戸内気候で降水量が少ないためで、米の栽培に適していなかったこともあって、麦で作ったうどん作りが奨励され、うどんが讃岐の人々に多く食べられるようになったからよ。あと雨が少ないのを利用して製塩が盛んだったのと、瀬戸内海ではカタクチイワシがよく取れたので、それを茹でて干したいりこを使っただしを使ってうどんを食べる習慣ができたわ。おまけに大豆の産地であり、醤油の生産が盛んだったから、うどんに醤油をかけて食べる習慣もあるのよ。香川県はその地理的自然条件から、なるべくしてうどん作りが盛んな土地になったというわけね。香川県の特徴の最後、3つ目は香川県が誇る特産品などについて語るわね。では
香川県の特産品のうち農産物や工芸品で代表的なものを紹介するわ。農産物ではオリーブの収穫量は490トンで全国1位、全国の約9割を占めているわ。小豆島町八戸の小町、三豊市などが主な生産地よ。あと裸麦の生産は約2900トンで全国の 13.1% を占め、全国2位の生産量となっているわ。県内の主な産地は丸亀市や観音寺市で、瀬戸内海沿岸のものは品質が良いとのことよ。他にも香川県はマーガレットやニンニク、ひまわり、養殖のブリなどの収穫、生産が盛んなのよ。工芸品だと手袋、衣服用、スポーツ用の生産は全国1位で、特にニット製の衣服用手袋の全国シェアはなんと 95%、 ダントツとなっているわ。あとスポーツ用の革手袋も約 75% というシェアを誇っているし、ゴルフや野球の有名選手たちが香川県産のスポーツ手袋を愛用しているとのことよ。また香川県はうちわやセンスの生産も盛んよね。うちわやセンスの出荷額で全国1位、全国シェアでは約 62% で、丸亀市での生産が多く、竹製のうちわは琴平宮参拝客の土産物としても人気なのよ。以上、香川県についての紹介だったわ。この動画を作るにあたって香川県について改めて調べてみると、分かっていないことも多かったかなと思うわ。また動画作成を通じて香川県の魅力や意外な一面を再発見することができたわね。これらの情報以外にもまだ知らない香川県もあるでしょうね。動画作成者も今度香川県に出かけた時にはまだ知らない香川県の魅力を見つけてみたいと語っていたわね。こんなところね。では最後に動画作成者が今までに香川県を訪問した時に撮ってきた写真を紹介させていただき、本動画を終わるわね。ご視聴ありがとうございました。